社会人で、英語を学習されている方で、その何割が挫折された経験ある60% 6割ぐらいです実はですね、9割、約9割は、仕事が忙しくなったっていうと、英語のプライオリティがだんだん下がってきちゃいますよ、ね、なるほど。なぜ英語を勉強しているのかと。 ね、その理由なんですけど、結構ね、ふわふわっとしてるんですよ。外からのプレッシャーが必要になってくる。ひカさんみたいに言われたら、もう怖くてやりますもん。やりますか。すごい圧が、今感じられます <laughs> うちのコーチングサービスは、まあ、軸になっているのが、オンライン英会話なんです。 そしてオンライン英会話っていうのは非常に効率が高い勉強法なんです、朝の5時から夜中の1時までなんですけども、じゃあパソコンがあれば、パッとオンラインでコーチの人と話せる、その通りです。うん、コーチサービスって夜中いっぱいあるじゃないですか、ありますね、今40万とか50万っていうのもありますけど、ね、100万以上っていうのもありますよ100万もあります,よ、ね 1> あります、1か月3万4650円。 はい、皆さん、こんにちは。ピボットの竹下です。注目のゲストをお呼びして、事業内容、ビジョンを深掘りするトーク始まります。 今日のテーマはですね、ビジネス英語を極める超効率学習メソッドで、ビズメイズの提供でお送りします。本当に見てるビジネスパーソンの方、皆さん忙しいと思うんですよね。で、ね、その中でどう効率化させて、まあ、英語学習の成果を最大化させるっていうことを、ビズメイズ取締役に来てもらって話を聞いていきたいと思います。本当に、まあ、前回も出てくれたんですけど、めちゃくちゃテンションが高い方で話を聞いてるだけで元気になると思いますので、伊藤ひかさんという方をお呼びして、今回のアンドトーク始めたいと思います。 はい。本日のゲストをご紹介します。ビズメイツ取締役の伊藤ひかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひかさん元気でしたかいやー、もう、おかげさまで元気ですよ。あはい、相変わらず元気いっぱいですね <laughs> テ。テンションが高いですね。前回、ず、ずっと前ですかね。どんぐらい前ですかね。もう1年ぐらい前です、ね、1> 1年ぐらい前。はいはい。はい、一緒にね、やっていただいて、あのー、 反響がすごい良かったですよ。あ、良かったですかは,はいはいはい。結構声かかったりとかしましたかそうあの、っていうかもう1年前なんですけど、放送してから、うん、未だに、あの、ピボットさんの動画見ましたよっていう声は、ちょこちょこあります。いうん、はい。だからその、ビジネス英語は、日常会話より、 簡単なんですよっていうメッセージは世の中結構ね広がったかなと思いますいや、インパクトありましたもんね。で、今日は新しいメッセージをお持ちというか、ビズメイツさんがすごく面白いサービスを始めたってちょっと聞いたので、そうです。なんかその辺の話と、あとは本当にビジネス英語を見てる人で結構挫折する人もいるので、その理由を探っていきたいなと思いますので、今日もかなり必見の映像になると思いますよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。テーマはつつありまして目がビジネス英語学習 挫折する3つの理由とということで、うんはい、プロなので、はい、なんでみんな挫折するのかというのを、まあ、3つの理由に絞って聞きたいなと 2>,、はい、で2つ目がビズメイツ流ビジネス英語習得メソッドかけるコーチングということで、はい、今コーチング話題ですけどビズメイツさんならではのメソッドがあるみたいなのでちょっとと聞いていいいいてきたいと思まますす、はい、よろししくお願いしますテーマは1つ目ビジネス英語学習者が挫折する3つの理由ですけど、はい、なんでみんな挫折しちゃうんですか ちょっといきなりなんですけど、はい、ライアンさんにちょっと質問したいですよお願いしますあのえ。社会人で、英語学習されてる方で、その何割が挫折されたご経験あるかっていうのは、何割だと思いますか社会人ですよね。社会人で。結構多いですか、うん、どうですかね。60%、6割ぐらいですかいい答えですかいや実はですね。うん もう9割、約9割は、挫折してんですよほとんどですね。ほとんどなんですよ。すごいですね。はい、まあこれ円グラフありますけど、これ、水梅ツさんが取った、はい、集計なんですかね。はい。はい。社会人の方たちにアンケート取って、うんまあ9割近くの人は、やっぱりや他にやってみて挫折しました。そうか。ただいろんな勉強法ありますからね。はい、そのアプリでやってみたけどダメだったとか、本買ったけどすぐ諦めちゃったとか、英会話学校に行ったけどちょっと高く続けなかった。まあいろんな理由があるんですけども、ただ、 9割の中で8割は3ヶ月以内で辞めちゃってるんですよ。なるほど。短いですね。短いんですよ。うん、続かないんですよ、はいまあ。自分だけの力で英語を学んで話すようになれるっていう方は、やっぱり、まあ、難しいことっていうことです、ね、まあ相当少人数ってことですよねそすよ、まあ。そもそも9割が挫折しちゃうと。しかもその中の8割が3ヶ月以内っていうことは、はい、まあやって3ヶ月でみんな辞めちゃうってことですね。そういうことです。な,なんでですか ああ、それはですね、うん、3つの理由が実はあるんですよ。はい。そして、これはねあの、びっくりしないと思うんですけども、3つ簡単に言うとですね、1個目はですね、やっぱりモリベーション、やる気が続けない。うん。あの、最初始めるときは、モリベーションは高くて始まるんですよ。よし、頑張ろうってありますよ、ね、頑張ろうってなるんですけども、まあ、オリンピックが始まったとか、飲み会に誘われたとかね、ちょっと仕事が忙しくなったっていうと、うん、英語のプライオリティがだんだん下がってきちゃいますよね。なるほど。そうすると、諦めちゃう。まあ、いっってなっちゃうと。ううん、そうです。それ1個の理由ですね。もう1個は、 あの、自分の上達を感じない。はあ、ね。あの、1ヶ月間やって、2ヶ月間やって、あれ、弱くなってるのかなわかんないなって言って、諦めちゃう。そっか。そうですね。例えば会議で英語がわかんないと。一1ヶ月頑張ったけど、まだわかんないって言ったちょっとテンション下がりますよね。うん、そうなんですよ。そして、英語って、うん、まあ、ライオンさんもご存知ですけども、やっぱり、 かなりやっぱり勉強しないと伸びらないじゃないですか。はい、そう。それでもね、それ分かんなくてやってると、いや、こんだけ勉強したんだけど伸びないなと思って辞めちゃう人っていうのがたくさんいます。なんか急に伸びるんですよね。なんかこういう風うに行くんではなくて、<あ>こう行くので、そ,でそでこの間がすごく嫌なんですよ。辛い。英語で、ね、プラトーって言って、全く伸びない期間っていうのがあるんですけども。プラトー。うん、はい。でもある日、あれ なんか話せる。あれ今まで使ってない単語使えるようになった。こういうブレークスルーがあるから、もうちょっと待てばそれが感じるのに、待てないっていうことがります。これは確かに辛いですね。そですね。うん、そして三つ目の理由は、はい、勉強法がよくわからない。もうたくさんの勉強のやり方あるじゃないですか。アプリから本から YouTube から学校からいろんなメソッドがある中で、自分にとって何が一番いいかっていうのが、 やっぱり分からない。そうですよね。うん、なんか値段もそれぞれだし、高いのもあれば、まあ、ただのもあるんですけど、何がいいか分かんないですよね。うん、そして、なかなか自分の力だけでは、ここは解決できない。うん、こういう理由でやめてっちゃうんですよ。 なるほど。はい、いや、三つ、モチベーション、まあ進、進進歩がわかんない、プログレスがわかんないと、はい、勉強法がわかんない。はい、この三つ。これすごくわかりました。はい。これを解決したいんですけど、はい、どうしたらいいんですかいや、それはですね、英語学習を始める方で、三つ重要な質問を答えなければいけないと私は思っていて。なるほど。why, what, how なんですよ。これは学習始める前に、自らに問わないといけない。はい、そうです。うん、そして、why っていうのは、why am I learning English? なぜ、英語を勉強しているのかと。 ね、その理由なんですけど、まあ、皆さん、英語学習されている方は、それなりの理由はあると思うんですよ、ね。いや、これみんなわかるんじゃないですか例えば、うん、まあ、上司が海外の人で話せるようになりたいとか、海外出張があるから、習いたいとか、はい、みんな答えられるんじゃないですか結構ね、ふわふわとしてるんですよ。仕事で使いたいとか、あ<ー>まあ、ちょっと外資系で働いてみたいとか、うん、でも、ちょっと詰めると、 えっと、それはいつまで、えっと、誰と何について話すようになりたいんですかどういう環境 ?1 対1ですかとか、会議ですか<ー>オンラインですかオフラインですか、はい、ちょっと詰めると、うん、どうなんだろうっていう人がほとんどんですそこまで考えてないと思います。すまあ、なんとなく仕事とか、外資系とか、はい、どの業界とか、そんなの考えてないですよね。そうです。そしてそこがはっきりしてないと、ふわふわってしてると、やっぱりやる気っていうのがなかなか中から 来ないんですも、いや、これはもう私の夢で、もう自分がビジョンね、できてる、もうイメージできてるっていう方だったら、やる気は出てくるんですけども、そういう方って非常に少ないから、ほとんどの方はそこまで思ってないんですよ。そっか。怖い大、大事ですね。うん、その場合は、外からのプレッシャーが必要になってくるんですよ。はい、やっぱり誰かが押してくれないと、やるって言ったよね、約束しましたよね、<laughs> なんで勉強してないんですかって、このプレッシャーが、 必要になる。確かに。ヒカさんみたいに言われたらもう怖くてやりますもんね。<laughs> やりますか、はい、す,すごい圧が今感じられるんですけど、も風がうわーって吹いてきたので <laughs>、はいま。内面が難しいときは外からっていうことですね。大事です。そう。はい、そ,うそして、はい、what は、what should I do first? 何からやるべきですかっていう、自分のマイルストーンっていうのが大事なんですよ。なるほど。そうね、遠い夢っていうのを持つのはすごい大事です。そこははっきり持つのは大事なんですけども、今何やらなければいけないのこの3ヶ月間でどこまで行かなければいけないのっていうのが分からないと、やっぱり自分の上達っいうのを感じなくなっちゃうんですよね。うん、マイルストーンを持つと、あ この3ヶ月間でここまでやればいいんだっていうのを分かれば上達を感じるようになるんですよ。なるほど。例えば遠、はいーゴールが英語で仕事をしたいと、はいで。その3ヶ月のマイルストーンって例えばどんなのがあるんですかまあ、例えば、うん、ある会議で、えー、と会話を聞けるようになりたいとか、今半分ぐらいしか分かってないんですけども、全部聞けるようになりたい。自分の意見もそれなりに言えるようになりたい。3ヶ月でできるかこういうマイルストーンですね。ああ、かなりクリアになってきますね。はい、そうですね。うん、はい。そして3つ目が、 How? ですね。How? How do I study English?、うん、これは勉強法。もういろんな勉強法ある中で、自分にとって何がベストかっていうのは、はい、自分ではね、なかなかわからないんですよ。うん、みんなね、違うんですよ。自分の現在のレベルによりますし、どこを目指しているのかにもよりますし、えー、と自分の学び方、自分がこういう学び方が得意とか、向いてるっていうのもありますし、 あの、どれくらい時間とお金を投資できるのか、これによって自分のに合ってる勉強法というのが決まってくるので、なかなか自分ではね、そこ、わからないんですよね。やっぱこれ第三者に言われないとわかんないんですかね。誰かアドバイザーとか、 まあそういうこと引きさみたいなコーチがいないとわかんないってところなんですかね。まああのそうそうじゃなくて自分でもいろいろやってみて違うな<ー>違うなって,言って時間かけてストレスもある中やっと見つけるっていう人もいるんですけどもそれできない人がほとんどなんですよ忙しいですもんね。だからそれねやっぱり時間かけれないっていう方はやっぱり。 コーチ、プロのコーチに相談するというのが一番早いですよね。そうか。いや、今日面白いです。はい、ホワイト、ホワット、ハウ。これを知ってるだけで全然違いますね。そうですね。そして、この一般のもうコーチンサービスというのは、この3つを答えてくれるんですよ。 ああ、だからこんなに流行ってるんですね。だから流行ってるんですよ。うそう。これがやっぱり自分でできればベストなんですけども、どはい、できない方が多いからコーチングサービスっていうのがまあすごく流行ってます。かなんか急にやっぱり英語コーチングって最近増えた気がするんですけど、うん、やっぱりこのホワイフワットハウが、うん、まあできる人はすごい少ないから、うんはい、誰か隣にいて指示してくれたりとかする必要があるってことなんですね。そういうことです。ただし、だし忙しいビジネスパーソンでは、これを どんだけ効率高くできるかっていうのが重要だと思ってるんですよねいや。そうですよね。ホワイトも、まあ、自分に問うのは大事なんですけど、その時間がないんですよ。はい、そうそう。あと、ハウを考えたりする時間ないですもんね。はい。だから効率高くやるっていうのが大事で、ビズメイコーチンはもうビジネスパーソンのための 効率高いコーチングサービスなんです。あ、ビズメイツさんコーチングを始めたんですか初めてです。すごいですね。なるほど。そして、この3つを答えるんですけども、効率高く答えるっていうのがポイントになってきます。ちょっと、どうやって答えるんですか ?why, what, how, しかも効率よく。どうやってやってるんですかあの、ま、効率化はですね、3つあるんですけども、学習の効率化。そして、時間の効率化。そして、3つ目が一番大事なんですけど、金額の効率化です。なるほど。この3つです。はい。 そして、学習の効率化なんですけども、うちのコーチングサービスは、まあ、軸になっているのがオンライン英会話なんです。はい。そして、オンライン英会話っていうのは、非常に効率が高い勉強法なんです。うん、毎日できる。どこからでも。はい。何時からでも。ですね。はい、まあ、うちは朝の5時から夜中の1時までなんですけども。あすごいですね。利便性がめちゃくちゃ高い。じゃあ、パソコンがあれば、もうパッとオンラインでコーチの人と話せる。その通りです。うんそして 会話中心なんですよね。実際の人と会話するんですけども。そして目的はやっぱりコミュニケーションですよね。はい、皆さんは英語でのコミュニケーションできるようになりたい。そう,そうするとやっぱり英会話っていうところがやっぱり重要になってきます。はい、それが中心になっているということですね。これだけではないですよ。はい、もちろんその、えっと、シャドーインとか瞬間英作文とかも、はいはい、とやりますよ。んでそのインプットの勉強と アウトプットの勉強。これを組み合わせてやるから効率は非常に高いです。すごい。はい、どんなコーチの方がいるんですかあやっぱり英語をあの日本で頑張って話せるようになった方をあ<ー>、まあ、中心して選んでます。気持ちがわかるんですね。そうです。そうです第二言語として英語を勉強する辛さとか、はい、なぜ進まないのかとか、どこで挫折するのかとか。はい そういう方、そして講師も、あの、全員あビジネス経験の講師の方たちなので、ビジネスに特化している内容になってますので。それいいですね。そっか。仕事で実際使う英語を学べることはできると。そうですね。先生、あの、前の動画でもうちょっと話出たんですけども、そのビジネス英語と日常会話っていうのは、もう別物ですよっていう話だったんですけども、映画館でなんか切符買う練習とか、そういうのはやらないですし。意味ないですね。あとは、This is the pen とか、これはリンゴですとか、そういうのは両方 旅行ににはは必必要要だけど、はい、ビジネスには必要ないですよねそう,ですそういう、まあ、無駄って言ったらちょっとよくないですけど、まあ、まあ、無駄のまあ、効率化ですよね。効、まあ、それは一旦飛ばして、まずビジネスをやろうと。はい、いや、すごい。そういうことですね。いいすねあとは、えっと、やっぱり実践的なマイルストーンっていうのを設定していて、はい、まあ、さっき話ちょっと出たんですけども、なんか、今ビジネスで悩んでいる課題って何かありますかって聞いたときに、<ー>やっぱり自分がやっぱり会議で、マレーシアの方とマンスリーで会ってるんですけども、全然ついていけなくて、自分の意見も言えなくて、 で困ってるっててるいいう方がいましたらそれをじゃあ3ヶ月間で解決しましょうと、こういうマイルストーンを設定するんですね。これいいです、ね、実践的な。実践的。かテストでまあ90点を100点にしたいと、まあそれも大事なんだけど、はい、それよりももうちょっと会議で話したいとか、はい、すごくリアルなマイルストーンなんですね。そうです。だから、えっと、効率な内容ですね。い,<や><容>いいですね。はい、これがまあ効率化もう一個、時間の効率化っていうのもあるんです、ね、あそうですね。時間の効率化。はい、時間の効率化っていうと、まあ、一般のコーチングサービスというのは、毎週60分、 あの、コンサルタントとコーチングするんですけども、はい、その1時間の中で、今週ちゃんと勉強しましたかとか、<ー>どこまでやりましたか、うん、なんか困ってることないですかとか、こういうニーズヒアリングとかやるんですね。<ー>そしてそこからいろいろ課題を探してアドバイスして、ちょっとシャドウインの練習して、そして宿題を出して、まあまた来週っていう、こんな感じの1時間になってすけども、うん、うちは、 15分なんですよ。15分 ?15 分なんですよ。短いです、ね、短いんですよ。はい、効率化を考えると。やっぱりいらないものを切っていって15分にしてるんですよ。<laughs> ああ、でも4分の1ですよね。えっと、4分の1ですね。確かに <laughs>、はい。何を削るんですかはい。あ、そこはですね、うん、あの、まあ、2つ理由がありまして短くしている。はい、1>, 1つはですね、 シャドウインのテクニックとか、うん、例えば発音の仕方とか、これ1対1でやってもいいんですけども、うちはそれ、動画で作った方が効率高いよなと思って、動画にしてるんですよ、はあ。なるほど。受講生がね、空いてる時間で見て、質問があったらその15分内で聞けばいいんですよ。あ、そこか。15分をやる前に動画を見ちゃえば、はいはい、自分で学習できる。そうです。効率的ですね。効率が高いそう。すごい。あとは、うちのオンライン英会話のサービスと、コーチングサービスは、まあ、 弊社が提供しているサービスなので、連動してるんですよ、完全に。だから、そのコーチの方は、あの、受講生がどの先生と受けた、えっ、ー、と、いくつレッスン受けた、どの内容だった、そしてそのレッスン内容も、音声データが全部コンサルタントが持ってるんですね。<ー>そしてそのデータを AI のエンジンが分析して、その、この受講生が、例えば、えっ、ー、と、話すスピードが、 えっと、レッスンの中では、1分間で、まあ、80個の単語しか使ってないと。うんうん、これちょっと遅いんですよね。ねそう。な、うんで、ビジネスでやるには、やっぱり130、40ぐらいまで持っていかないと。かだから、ここを意識してやってくださいとか。あとは、単語数ですよね。この人は、えっと、この25分間で363個の単語しか使ってないと。うんうん、やっぱり、っと、500ぐらいは使わないと。と意識してもっと単語力を上げましょうとか。 こういう適切なアドバイスというのができます。そのデータが事前にコーチの方が見てるので、なんか何ね、すごい時間かけてニーズヘアリンにしなくてもいいんですよ。もうすぐにここが弱いですね。ここやりってくださいっていう。いや、面白い。他のコーチングは多分始まって、ちょっと先生と生徒がこうやって。はい スモールトークというか雑談してお互い探り探りやって、この人の実力を知って、本題に入るまで多分20分とか30分、15分かかっちゃいますもんね。かかりますね。それが事前にコーチの方は AI、データで分かっているので、もうパッと本質に本題に入れる。そういうことこれすごい効率的ですね。その通りです。すごい。やっぱりビジネスパーソンというのは効率って大事じゃないですか。うーだって嫌じゃないですか。そう考えて、やっぱりここを短縮してるんですね。これよく考えましたね。ありがとうございます。そして3つ目の効率化がですね、あの、 金額ですね。これ気になります。大事ですね。そして、こう、工賃サービスであの、ご存知だと思うんですけど、世の中いっぱいあるじゃないですか、今。ありますね。そして、それなりの金額するんじゃないですか。まあ、何十万とか、四十万とか、五十万っていうのもありますけど。百万以上っていうのもあります。百万もあります。あります。はい。でも、うちは、月々なんですけど、1ヶ月、3万4650円なんです。3万4650円。一ヶ月。安いですね。そうなんですよ。 そして、これなぜできるかっていうと、えー、まあ、一つはね、うちはサブスクリプションモデルにしてます。受けてる間に1ヶ月受けて、もう1ヶ月やろうかなとか、こういうふうにできるんですよ。はい、めちゃくちゃ効率高いじゃないですか、はい、これって。はい、あとは、コーチングの時間って15分なんですよ、うんね。毎週15分しか会わないので、そこの、やっぱりコンサルタントの費用ですね、そこも抑えることができますということですね。うん、あと、うちはオンライン、全てオンラインで完結してますので、店舗とかないんですよ。 だからそこのコストも抑えれるっていうです。ああ、そうか、そういう固定費もないわけです、ね。そういうことです。そういうことです。でそれ全部ユーザーに還元してるので、こんなん安いと。その通りです。3万円台はすごいですね。気軽に始められますし。そうです。まあ、多くの方は、まあ、英会話、まあ、英語学習、そこまで慣れてない方。 まあ初心者の方っていうのは、やっぱり3ヶ月間とか4ヶ月間とか、コーチン受けていただくと、それなりのやっぱり方向性とか、やり方とか、目的とか、ホールセッティングとか、こういうのがね、あの、固まるので、そしたらし一人立ちでやればいいと思うし、そしてどっかでやっぱり、 壁当たると思うんですよ。確かに。そしてそれ当たったら、またちょっと1ヶ月、2ヶ月ちょっと戻ろうかなっていうやり方でも全然いいんです。こうあなたに合わせれるので、効率が高い。3ヶ月間集中してやって、まあ大体の方向性があって、まあちょっとお休みして、で、また必要になったらとか、壁ができたらもう一回再開すればいいわけです。そういうことです。これはすごい便利ですね。はい。ありがとうございます。まあ今もう世の中にコーチンサービスってたくさんあるんですけども、やっぱりそういうサービス、あの、やるには、 限られてる人になっちゃうと思ってんですね。それ金額って意味ですか金額的に。そうですね。うん、あと時間もそうですよね。やっぱり、えっと、コミットしなければいけないので。1時間はなかなか取れないです。やっぱり。うん。あの、仕事が忙しいと、なかなか1時間の2時間取れないときあるので、15分なら何とかなるとか。はい、まあ、そうですね。あと、その勉強時間、うん、その1時間はコーチと会う時間なんですけど、それ以外の時間では、やっぱり、 何時間も勉強させるんですよね。<ー>それやらないと伸びないので。はい、はいはいはい。でそ,、ね、そこも考えるとなかなか手出せないと思うんです。うん、でも弊社はやっぱりもっと多くのビジネスパーソンに、えー、とグローバルで活躍するためにと思っているので、やっぱりこの金額と、やっぱりあのこういうフレキシブルの まあ、あの、設計にしております。なるほど。これもう始まってるんですか、はい、このそうですね。はい。どうですか今のところ評判というか、今のユーザーの反応って。あ、そうですね。うん、あの、まあ、いろんな、あの、フィードバックをいただいてるんですけども、例えば、受講生の方でずっとレッスンを受けてきたんですけども、オンラインレッスンだけやってきたと。そして、やっぱり伸び悩みを。 感じていて、そしてコーチンサービスをちょっとやってみた。はい、そしてそこで、今、その受講生期待してたのが、やっぱりそのオンラインレッスンの管理ですよね。もっと5日間ちゃんと受けるようにプレッシャーかけてくれるっていうのを期待してた。 それもちろんやってくれたんですけど、それ以上のやっぱりサポートがあったのがすごい良かったっておっしゃってくれました。うんうん、具体的に言うと、やっぱりレッスンの中のそのアドバイスだけではなくて、レッスン以外のところでやっぱりどういう勉強法が必要なのか。そんなことまで教えてくれるんですかそれはもう,もうあの結構メインになってくるんですよ。まあ両方なんですけども。うん、はい。そしてそこの、えー、とアドバイスがあった上で、えっ、ー、と、インプットの力があって 上がって、そしてレッスンの中でアウトプットに違う上がると、まあ同時に、えっ、ー、と、まあ自分のスキルアップがしてる。 できるとというこそして、そういうやることで、今までの壁を乗り越えることができましたっていう声はありますね。それいいですね。結構、皆さん、それ共感すると思いますね。終わった後に何したらいいか分かんないって人も多いと思うので予習で何すればいい、復習で何すればいい。そして、レッスンの中でもこういうふうに勉強すると効率化ですよっていうアドバイスももらいますから、3つの視点でやっぱり上達できるんですよね。しいりまた はい、まあちょっとまとめも兼ねて、さっきの,の3つの、ここに冒頭でおっしゃる、うん、あの立ち返りたいんですけど、はいはい、モチベーションと、がキープできない。はいえー、プログレス、えー、どのぐらい自分がしんあの進歩したか、上達したか分からない。はい、あと勉強法が分かんないということです。はい、これは今ご説明いただいた、 ビズメイツコーチングで解消されるんですかその通りです。やっぱりプロのコーチが、ちゃんとあなたの目的は何どうして英語を勉強しているのか ?Why do you want to learn English から入りますので。さっきの why, what, how をバーンと言ってくれるんですね。そうです、そうです。あ、いいですね。そもっと詰めて詰めて詰めて、本当に何やりたいのっていう、そこが見えてくると、だんだん自分もイメージできるようになってくる。はいでも の人たちは英語で仕事されたことない方が多いと思うんですよね。うん、英語学習を始める方は、はい、それイメージがちょっとできないっていう方がいるから、<laughs> それをなるべくイメージできるようにプロのコーチがいろいろ話を聞いて話していくとだんだん見えてくるようになってきますと。なるほど、いいですね。そのプログレス、はい、はい。あ、そうそう。そしてあのそれっていきなりね、やっぱり自分もこうなりたいっていうのははっきり出ないから。うん コンサルタントの方がやっぱりプレッシャーをかけるんですよね。<ー>約束したよねや。やるって言ってましたよね。週に5回はやるって言ってましたよね <laughs> あ。結構厳しいんですね。まあ、あの、やっぱり厳しくしてくださいって言えば厳しくしますし、はい、ソ,フソフトでっていう方もいますよね。ちょっと励まし系とか、ね、いろいろと厳しい系とか選べるんですね。<laughs> まあそう,そうです、そうです。いいですね。はいはい、なるほど、はいいや。これだと確かにモチベーションが保てる気がしますね。はい。二、はい、つ目のプログレスはどうですか、はい、やっぱりコーチがいると進捗というか、 自分がこのぐらい上達したなっていうのは分かるっていうことですか分かりやすくなりますね。あ<ー>まあさっき話したそのデータを持ってるじゃないですか。はい。さスピードが、えっ、ー、と、1分で80個の単語しか今話せてないけど、えっ、ー、と、次の週見ると、あ、それが90に上がったとか。それなんか面白いなと思いました。<う>あんまりそういうふうに考えたことなかったです一、はい、1>, 1分で単語いくつかとか。そうおっしゃるとりです。うんそして ね、あの先生とかってレッスン受けててもね、あの外国人の先生とレッスン受けてて、先生がうまくなってるよって言ってくれるけど、うん、数字で見えないとそうな説得力が大事じゃないですよね。何がうまくなったか分かんないし、はい、まあ本当に単に褒めてるな,なのか、はい、本当に何パーセントうまくなったか知りたいですもんね。そ,うですその数字があるから、まあ、上達を知あもしろい、そっか。あ,あとは、さっき話したそのマイルストーンのとこも大事なんですよ。はい、やっぱり、あのこの3か月間で何できるように なるるかっっていうのをやっぱり明確に設定すそういうのがあると、3ヶ月後に、あ、僕が最初に書いたものがちゃんとできるようになりました。実践力が上がりました。っていうと、やっぱり上達を感じるんですよ。いいですね。でも自分ではなかなかそれ、設定できないんですよね。うん どうすればいいか分からない。でもこうやって話しているうちに今壁打ちがあるので、はい、できるということですね。そういうことです。プログレスも解消されて、はい、あとは How to study もあとコーチがいると、はい、分かる。そうですね。うん、そのでどれくらい時間がありますのとか、自分の弱みとか強みとかも見てくれますので、やっぱりあのあなたはやっぱりここやるべきだよねって、ここやるにはこういう勉強法がいいですよっていうのをや教えてくれますので、はい、それがあるとやっぱり安心ですよね。うん、はい,はい、はい わかりました。いやこれいいですねビズメイツコーチありがとうございますじゃあこれ見てる人でやりたいという人はどんどんビズメイツに応募すればぜひそうはい来ていただきたいと思いますね今日多分見てる人はやっぱ皆さん英語に悩んでると思うんですよね冒頭でおっしゃった9割挫折する皆さん9割の中に入ってると思うんですけど最後に英語学習者に向けたメッセージってありますかそうですね。 あのー、あ、じゃあカメラ見て。はい、カメラお願いします、はいし。まあ、世の中ではね、あの、いろんな勉強法がありますと、ね。そしてその中で、やっぱり自分に合っている、あの、勉強法っていうのは、えっと、いろんな要素によって、 えっと、決まるんですねそで。例えば自分の現在のレベル、何を目指しているのどれくらいの時間とかお金投資できますかとか、自分がやっぱり一番学びやすい方法っていうのはね、一人それぞれあると思うんですね。そしてそこで自分でやってみて、これ違うよね、これは違うよね、これかなとかやる、やって探すっていうのもいいです。それできる方だったら素晴らしいです。でも、先ほどのデータのように9割はやっぱり挫折しちゃう。なかなか自分ではそれを見つけられない。 そこのストレスとか時間をちょっと避けたいっていう方は、やっぱりまあビズメイツコーチンでプロのコンサルタントとやっぱり相談するっていうのはまあお勧めしますと。うん、そしてコーチンっていうのはまあ世の中でね、今すごく浸透してるんですけども、なんかそんな大金払わなくてもできるんですっていうことですね。それがビズメイツコーチンですと。それが月々、えっと、ま、三万五千円、約3万5千円で受けられますと。で、あの、やっぱり一ヶ月、最初の1ヶ月は、 もう半額で50%オフですよ。えっ、ー、と、三7 3 2 5円。1万台でですね、受けるっていうのを、まあ、提供してますので、やっぱり気になる方は、ぜひ、あの、1ヶ月でもちょっとやってみてください。はい。 ヒカさんありがとうございます。なんか話やっぱお上手ですね。いやいやいや、no no 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 今日私いりましたかね。もう一人でカメラで話せてもよかったいやいやいや。いやでもやっぱりヒカさん暑いですね。ありがとうございます。英語。あこれ赤です。もうピンクですけど。やっぱり英語学習にすごい情熱があるんですよね、ヒカさんって。いやいやいや。まあそうですね。私まあずっとねもう27年間日本に来てからずっとこればっかりやってたので、やっぱりあの。 うん、そこはパッションありますね、うん、そう私、カナダに行ったときはあのなんだろう、別に英語の先生になりたいっていうわけではなかったんですけれども、はいねあの、やっぱり、まあ、自分のルーツは日本人だし、そして日本カナダではやっぱり日本の商品とか、すごく、ね、評価されてたんですあそうですか、うん、そう,もう日本のブランドはすごいと、私は子供の時、はい、でも、日本であるもので、カナダで売ってないものはたくさんあったんですよ。うん、いろんなサービス、テクノロジー、商品。 そ,うなんでそれが日本に来た時にあの分かったのがやっぱり日本人のコミュニケーションとか、まあ、英語力はやっぱり低いからたくさんいいものがあるのに世界に広がってないっていうのもいっぱいあるから、はい、まあそこにやっぱり自分はパッションが生まれてきてるのかなとかしたいといい、ね、だから、はい、ビズメイツコーチングをみんなが使って英語を喋れるようになって、はい、どんどん日本のいいものをカナダとか世界に広めてくれたら、はいはい 世界変わりそうですね。もう嬉しいですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。ということで本日アンドトークは、はいえー、ビジネス英語を極める超効率学習メソッドで、えー、ビズメイツ取締役の伊藤ヒカさんとお届けしました。ヒカさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。